内郷丸遭難事件、内郷丸遭難事件、内郷丸引くそう丸低遭難事件は、1954年、昭和29年10月8日昼過ぎ、神奈川県津久井郡寄せ町、現在の相模原市緑区寄せにある、相模湖において発生した水難事故である。定員の4倍以上の客を乗せた遊覧船の内郷丸が運航中に浸水によって沈没。 中学生二十二名の死者を出した。麻布中学校の二学期の遠足は、中学校は日帰りで十月八日に行うことになり、二年生の行き先は高尾山相模湖方面となった。生徒二百七十六名は、担任の教諭四名を含む、教諭六名の付き添いで出発した。高尾山登山を終え、大だるみ峠を越したあたりから、雨が降り出した。その後、 大太郎美公園からバスで、相模湖嵐山湖畔へ12時頃着き、しらす茶店で昼食をとった。その後は、徒歩でダムなどを見学する予定であったが、茶店の女主人に遊覧船の乗船を進められたため、急遽予定を変更し、希望者が各自船賃を支払った上、共有の付き添いで遊覧船を利用することにした。この時、乗船を希望した人数は、 共有2名と生徒75名で、全員が一度に定員が、乗客19名、船員2名の内郷丸に乗り込むことになった。後日の横浜地方海南審判長、当時の調べで、この人数の総重量は、約3 6 6 0ラムに及んだことが、わかっている。12時55分頃に乗船が終わった、内郷丸は出港した。この時、 先導は客席を見て、かなり乗ったとは思うが、兵装と別に変わったことは、感じないし心配ないと判断し、そのまま出港したとのことである。しかし、定員を大幅に超過して乗船したために肝炎が下がって、船尾のエンジン排気管が水に浸かり、後日の海南審判長の調べでは、この時点で、毎分2 3ラムの割合で浸水が始まり、 戦備外のトリムが暫時増えつつあったと推定している。騎士にいた選手は出港直後に、これに気づいて沈没の危険を察知し、大声で内号丸に戻るよう叫び続けたものの、船頭の耳には届かなかった。このため、選手は自転車で300メートル先の内号船着き場から第三内号丸、事故を起こした内号丸とは別の遊覧船に乗って里丸を追った。 出港した船は湖水の西岸に向かったが、3分ほど経つと船尾からの浸水が客席にも現れ始め、やがてそのままの姿勢ではいられなくなり、次第に騒然となった。そして出港して10分ほど経った13時5分、1000メートル程度、進んだ頃に船尾の船べりを乗り越えての激しい浸水が始まり、船体が船尾から沈没していった。沈没地点は、 神奈川県津久井郡里、連村地内、岸から約100メートル、水深、約25メートルの地点であった。沈没と共に湖面に放り出された生徒たちは、一旦沈んで再度浮かんできた内号丸の屋根にしがみついたりしながら、救助を待ち、救助のために駆けつけた内号丸の選手が乗っている。第3内号丸のほか、第1勝瀬丸などの遊覧船、モーターボートなど、 警護席に救助された。救助された生徒は、寄席の船着き場から上陸し、付近の旅館、対正館に収容され、乗船しなかった生徒を合流させ、点呼を取った結果、この時点で20名が行方不明であることが確認された。その後、乗船しなかった生徒と元気になった生徒219名は、バスで19時50分ごろ学校に到着して帰宅し、 残っていた35名も21時頃に学校に到着した。しかし、22時頃になって2名の生徒が帰宅していないことが判明し、この生徒の遭難も確認され、最終的に遭難者は合計22名となった。横浜地方海南審判理事所は、事件の発生の通告を受けると、直ちに係員3名を相模湖へ派遣した。翌日、 現地に赴いた係員は、事故を起こした、内郷丸の船体を実地見分するとともに、貸しボート業者や当時生徒を引率した教員の事情聴取を行った。その後も、遊覧船を運航する会社の専務、事故を目撃した船舶の乗組員、遭難した中学校生徒などに事情聴取を行い、1954年10月25日、内郷丸船頭と船舶の所有者を、 指定海難関係人に指定した。1954年11月9日に第1回の審判が改定された。傍聴席には中学校の生徒の家族をはじめ、報道関係者など多数の傍聴者で埋まり、一種異様な雰囲気に包まれていた。その後、この審判は1955年2月5日の第5回の審判をもって決心となった。 決審までの間、審判では15人の証人尋問を行うなど、集中的に審理が行われ、1955年3月4日、本件相難は、船舶所有者の業務上の過失と船頭の運行に関する職務上の過失とによって発生したものである。を主文とし、本件事故に関し、船舶の所有者が法令に違反して届け出をしなければならない。 大掛かりな船舶の改造を行ったにもかかわらず、届け出しなかった上、さらに運航場においても、内郷丸船道が法令に違反して、定員を超えて、旅客を乗せた上に、沈没の危険が切迫するまできつ結果な方責任を追求する内容の採決が言い渡されたほか、二人の指定海難関係人に対して、関係法令及び、定員の遵守を要求し、船舶の前方、 または広報に人員が偏ることの危険にかかる指摘を主な内容とする告げ書きが出され、第一審で確定した。相模湖リゾート株式会社プレジャーフォレスト内に慰霊碑が設けられており、麻布学園の教職員が毎年喧嘩している。この事件を起こした内号丸は1947年昭和22年の春に都選及び遊覧に使用する。 目的で建造された全長11.58メートル、幅2.04メートルのオール4本で推進する木造船舶で1951年昭和26年に原動機を取り付け1954年昭和29年に受験した小型船舶安全規則による検査において復元力をもとにした計算で最大人員を旅客19名。 船員2名の合計21名と定めていた。受験の直後に、今回の事件を起こした選手に所有権が移り、選手に、甲板、船尾に展望台などを増設するとともに客席などに、ベニヤ板を打ち付ける等の船舶の主要部分に手を入れる、大掛かりな改造を行うにもかかわらず、届け出することなく運行していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。